今は若者間で流行しているものなんですけど、まず、都会での路上生活ですね。次に、ネジコンっていう咳止め薬があるんですけど、それでオーバードーズするとめっちゃ気持ちいいんですよね。多分、最近の若い子の中で一番流行ってるのは、日産車のアキューム式ブレーキのキャンセルだと思うんですよね。なんだろう、すぐ壊れる機構を使うのやめてもらっていいですか？こんにちは、ゆっくりです。本日はセドリックのアキューム式ブレーキを腹圧式に交換していきます。 Y32 セドリックはこの年式にしては珍しくアキューム式のブレーキを使用しているのですが、さすがは技術の日産、案の定壊れたので腹圧式にします。やっちゃえ日産。アキュームの構成ですがこんな感じになっています。ペダルを踏むとアキュームが揺らす。なんかいい感じに止まれます。は？詳しく説明すると、油を媒介に電気でモーターを駆動させ油圧を作り、アキュームレーターで蓄圧し動力を補助してくれます。一方腹圧式ブレーキですが、エンジンの吸引力で動力を補助してくれます。構造もシンプルで確実な制動力を得ることができます。ハイブリッドや EV では定番なアキュームですが、エンジン車では腹圧式がやはり正義だと思います。結局私はよくわかってませんが、間に挟まっているものさえ変えれば我々のようなチンパンジーでも腹圧化できるというわけです。ラッキー、今年アサルド。マスターシリンダーを取り外します。次に諸悪の根源であるアキュームを外します。ここから腹圧化していきます。まずはシルビア用マスターバッグを取り付けます。こちら100億で4000円で購入しました。ここでお客様、耳より情報なのですが、マスターシリンダーに関してはセドリック用をそのまま使用することができます。すごい、すごい、おー、この状態ですね。ご注目、いきますよ。ただしタンクがでかすぎるので流用する必要があります。ストレーナーは Y32 のものが使用できます。たくさんのお電話頂戴しておりまして、ぜひ混み合う前にご注文いただければと思います。センサーに関してもそのまま付きます。フードを入れていきます。今日ごま油持ってきます。ごま油、まあ、洗剤使わないと。そうですよね。キャップに関しても Y32 のものが使用できます。インマニから腹圧を取っていきます。こちらに腹圧用の目くらが売っているので外します。外れました。おい、きちげ。こちらを刺します。 Y31 用の腹圧取るやつです。いい感じに締め付けます。腹圧ホースも Y31 用を使用しました。ちょうど良い取り回しになっていま す、ね。これいきますよ。よく見といてください。おここにはまるんですね。ずっとこうやって、はい、あ、そのままはまるんですね。いい感じにつきました。あとは各所や抜きしたら完成と思っていたの。アキュームの油圧センサーのアラームが死ぬほどうるさいのでカプラーを外します。うぷ主は耳がバカなのでどこから鳴っているかわからず、ダッシュボードまで外しました。まとめ、よく壊れると聞く Y32-33 系のアキューム、修理代に数十万円という話もちらほら聞きます。案外低価格で簡単に腹圧化できるので参考になれば幸いです。これ補足なんですけど、今回注文した純正部品の品番を載せておこうと思います。概要欄にもモノパローのリンクを貼っておくので、それが一番早いんじゃないかなと思います。僕この間純正部品注文しようとディーラーに言ったんですよ。
あるプリウスだ。プリウスプリウス。今は非公平に行ける。本日はどういったご用件でしょうか。あの純正部品を注文しに来たんですが。うちはそういうのやってないです。それってあなたの感想ですよね。車検証もあるし、あなたの靴も舐めるんで顔させてくれないですかね。これってお互いの利害合致してるんですよね。すいません。なんだもん、直樹ゴーン鳴らすのやめてもらっていいですか。ずんだもんなのだ。あ、ずんだもんさん、今日は残価で何を買ってくれるんですか。今日は直四の丸亀製麺の支払いを残価でお願いするのだ。なんだろう、僕も残価で純正部品買わせてもらえないですかね。って思い出があるので、ディーラーで塩対応されるくらいならモノタロウで数百円割り増しの値段になっても僕はそっちを選びます。まあ営業も売り上げにつながらないし仕方もないことだと思います。ご視聴ありがとうございました。